2008年5月31日のオッテンカップ PSV タイポンジアスーカルオッテンカップはオランダのサッカークラブ PSV アイントホーフェ編によって毎年開催されているユース年代の国際トーナメントである19歳以下のチームが参加し PSV の練習場であるデヘルドハンフにて行われるこのトーナメントは1947年に創設され大会名は フィリップスの元社長フランスオッテンから名付けられた。彼の名前は現在に至るまでトロフィーに刻まれている。当初、このトーナメントは地域のカップ戦だったが、各地のクラブが19歳以下のユースチームを参加させるようになり、すぐさま全国規模の大会へと発展した。1957年からは国際トーナメントに20世紀末からは大陸間トーナメントとなった。 これまでこの大会に参加したユース選手の中には、ヤン・フェネ・ホール・オフ・ヘッセリンク、ジョバン・ニ・ファン・ブロンク・ホールスと、ジョン・ハイティンハ、イブラヒム・アンフェライなどがいる。最初に優勝したクラブは、スヘル・トーヘン・ボスの BVV。最初に3回優勝して、トロフィーを永久保持したクラブは1954年のアムステルダムのブラウイコール・ウィット・アムステルダムだった。その後ルールは改められ、 トロフィーの永久保持には5回の優勝、または3回連続の優勝が必要となった。2代目のトロフィーは1963年に、サンダーランド AFC が3年連続の優勝により、獲得した。第4代、第5代、第6代トロフィーは、それぞれ1967年、1978年、1988年、2003年に、ホストの PSV が獲得した。 2006年、ブラジルの EC、ビトーリアが7代目トロフィーを保持した。ありがとうございます。